ただいまー。動画配信者って本当にだるいですよね。だって普通に考えたらただいまとか言ってるけど、てめえ今一回家の中に荷物このでけえな運んでカメラセットしてもう一回外に出たわけだろ。2回目のただいまだ。お疲れ様です。ということでですね、今先ほど、まあもう本当に今あの日本から帰ってきました。ニューヨークの方にですね、今年最後の、東京ニュー日本へのあのお仕事だったんですけど、あっという間でしたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの今年の2013年っていうのはいろいろなね、こう制限とかもあの閉じて制御緩和されて、あの今年は多分コロナ以降一番日本に帰る機会をいただいたんではないかっていうぐらいありがたい1年でした。何度も動画で言ってしまうんですが、いつもこうニューヨークの飛行機を降りる時とか、まあ、日本とかでも着く時もそうですけど、こんなね遠いところに住んでる私を飛行機だって今高いじゃないですか。わざわざこう呼んでくださってお仕事を一緒にしたいって思ってくださる方が日本にいらっしゃるっていうのは本当にありがたいことで、今年1年は本当に充実して、ニューヨークでの友情関係とか思い出も生活もそうですし、それ以外でも日本でもたくさん帰らせていただいたので、日本の友達関係だったりだとか家族に会えたりだとか、日本での生活も1年通してあったということで、いろんなところで思い出も作ることができて本当にありがたすぎる、そんな1年だったなと思いますし、一つ一つのこのモーメントにですね、当たり前に思うのではなく感謝できる、そんな大人になる、まあ大人なんだけど、まあはいって感じです。ありがとうございました。この間のさ動画で紹介してさ、フェラガモさんからいただいたこのバッグなんだけどさ、私マジでこれで殺せるってぐらいの荷物入ってるのね。こんなパソコンとかカメラとかなんかもういろいろで、なんか超入りやすくて超使いやすかった。ありがとうございます。これねミニモニのね缶バッグをね日本でねめっちゃ買ったの。ということで今年いっぱいはもうずっと12月中はニューヨークにいるんですけど、まあ、ここからホリデーだったりだとかクリスマスとか、アメリカはすごくクリスマスがあの大切なので皆さんにとって、はい、いろいろあるんですけど、今日は新しいお家の鍵を取りに行きまーす。はい、ということであの以前あのこれからまた引っ越すんですってお話をしたんですけど、今回は本当に簡単に家が決まって、もう本当に簡単に決まったの。あんなに去年の今頃すごい大変だったっていうのもあるんですけど、それと比べるともう本当にストーンと決まって、1ヶ月ぐらい前かな、だいたい審査が通って、今日あの鍵を受け取りに行くということで、今だいたい11時ぐらいなんですけど、この後2時ぐらいに受け取りに行って、でそれを受け取ったらそのままあのジムに行ってちょっとパーソナルトレーニングをするので、もうこの数ヶ月間3ヶ月間ぐらいもう移動だったりだとかすごく多くて、自分の中での生活ルーティンが完全に崩れて、まあ、食生活もそうだし、なんかもう食べてる時間もさ時差によってさもうめちゃくちゃじゃん。体重も多分太ったし筋力も落ちちゃったし、だからこの、 あの12月の1ヶ月間は結構集中的に自分のルーティンを取り戻すっていうのをやりたくて、で1月からさ目標を立てるってさ、みんな1月からスタートってやるじゃん。なんか TikTok で見たんだけど、なんか1月からスタートってやるとほぼほぼの確率でそういう目標って全部なんか達成できないんだって。新しいのってごめんね、そうやって言ってる人もいたよっていう紹介なんだけど、なんか目標とか、 なんか12月新年はこうしたいとかっていうのがあるんだったら、生活とかねルーティンとかあるんだったら12月の中旬ぐらいからそれを徐々に体に染み込ませて、で1月ぐらいから本格的にこう切り替えていくっていう方がいいらしい、メンタルにはって言ってる人がいた。まあそんなこんなでね、はい、やっていきたいと思います。夜はミュウミュウ あのイベントに参加させていただくので、それのあれだったりだとか、まあ前回帰ってきた時は死ぬほど体調悪かったんだけど、今回はもう全然そんなこともなく飛行機でもあの寝れたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっほーみんな、あやでーす。なんでかわかんないけど、近藤あやちゃんのこの YouTube の初めのなんかやつが一生離れないの、なんかたまにすごい出てきてずっとなんか日本で言ってる。やっほーあやでーすって、ごめんない、あやちゃん、ごめんなさい。バカにしてるとかそういうわけではなくて、すごくキャッチーで頭に、やっほーあやでーす。あの、ごめんなさい、なんかあの、先ほどジムがある前に、あの、新しい家の鍵をもらいに行ってきたんです。で、もらいに行ってきたら、なんか、あの、管理人の方がすごくご丁寧に、なんか今から、あの、紹介するよみたいな、ゴミ箱はここだよとか、郵便ポストはこちらよって、
よとか紹介するよみたいなプレゼンテーションが始まったんですね。ご紹介してくださったんです。フリーポストをなんかご紹介した時に、うちの新しく住む家なんかまだ開設中なの、まだ工事中なのね、新しいビルディングなんだけど、だからなんか鍵がうまくいかなくて、なんか開かなくて、なんか修理みたいなのをその場でやっていいとかなんとかかんとかってなって、ジムに間に合うギリギリの時間になってから自分の部屋に寄ることができなかったの、鍵もらったけど。だからあ、ジム終わったら行こうと思ってジムとりあえず行って、今運動してきて、でなんかその帰り道寄ろうと思ったんだけど、今日さっきも言ったけど、この後ねミュウミュウのイベントがあるんだけど、それに行かなきゃいけなくて、もう間に合わなくて、時間がもう今6時であと30分ぐらいに行かなきゃいけなくて、やばいと思ってお家に帰ってきたんだけど、だごめん明日行く、明日みんなの店、明日何もないから明日ゆっくり行きたいなと思って、まだ私も踏み入れてないから、内見以来ね、だから行きたいと思います。はい、ということで今からミュウミュウの準備をしていきたいと思います。やっほー、あやです。昨日ミュウミュウのイベントに行った後、なんか久しぶりにいろんな友達に会って、なんかみんなでバーって喋ろうってなって、すごい話し込んじゃって、なんかお酒も飲むのもう2週間ぶりぐらい飲んだのかな。だからもう結構楽しくなっちゃって、でなんか久々にやっぱお酒飲むとダメね、すげえクソじじみたいな発言するけどダメね、もう今日起きれませんでした。まあ良かったんですけどね、たくさん寝れたので寝ぼけとかもなくたくさん寝ることができたんですけど、いやー酒残りっていうのが別に二日酔いとかではなくて辛いということで、まあ無駄話はその辺に落とし物にしておきまして、今から新しいお家に向かいたいと思います。やっぱりね、新しい土地に引っ越す時に一番大事になってくるのが近所のコーヒー屋さんなんですね。なので早速コーヒー屋さんを見つけて、一発目のコーヒーを、いくつか近所にあるんですけど、でも全部遠いのね。だからうちの新しく引っ越すところ全部遠いの。まあ、とりあえず一発目行きます。あー美味しくね、ここダメだ、あんまうちの好きな味じゃないよな。うわー、うちの今さ、今住んでるところ、この新しいところじゃなくて今住んでるところってコーヒー屋さんがね、もうみんなにもね飲んでほしい、もう住み終わったら紹介するね。もう本当に美味しいの、本当に美味しいの。そのコーヒー屋さんをもう舌が慣れちゃってるから、あこれ結構ダメだわ、ごめんはっきり言うけどまずいわ。来ました、今からですねお部屋の方に向かうんですけど、まあ部屋に着く前にちょっと詳細っていうか、まあ今回の家は前お家探すって言った時にちょろっと言ったように、サイズがだいぶ下がります、サイズが下がりますし、鍵がありすぎてどれが分かんねえな、これ。ただいま、こちらが私の新しいお家になります。声がめっちゃ響いてるんですけど、見てください、すごい、たまたまってかな、今だいたい夕方の3時くらいなんですけど、この時間帯を狙ってきました。夕日が見て、このすごく綺麗じゃないですか、この夕日がお部屋にね入る、このお部屋にある位置というか、なんていうんですか、太陽に対する向きもよくわかんないですけど、すごい素敵だなと思ってこちらにしたんですけど、あなんか窓が開いてる。こちらの物件というか、まあ、こちらの新しいお家なんですけど、本当に新しい建物なのか、まだ工事してて、だからなんかほとんど完成してないみたいなんですね。まあでもこんな感じで紹介します。でもなんか紹介するも何もなくて、っていうのももう一つの部屋なんです、もう部屋というかもう一つのワンルームなんです、これで。わかります？ワンルームなんですよ。だから今まではこうワンベッドルームとかツーベッドルームとかお部屋が区切られてたんですけど、今回の物件はアメリカで初めて一人暮らしをしたロサンゼルスでの物件以来ぶりのこの スタジオっていう名前なんですけど、アメリカだとスタジオアパートメントっていうんですけど、そのタイプのお家となります。なのでほら最初の頃に言ったけど、だいぶサイズを下げるって言ったのは本当に下げました。基本的にはよかったな、こんな素晴らしい物件を。でしかも天井がすごく高くて、まあ家でこう TikTok とかファッション系の何かを撮るときにはもうすごくこう活用できるような感じで、はい。でこのね冷蔵庫も見てください、お水のやつがついてたりだとかして、最高なんです。でね、これもついてくるということで、このなんていうかダイニングカウンターみたいなのね、すごい嬉しい。ということでこちらにしましたけど、まあ引っ越すのは多分まあまだまだ結構先かな、多分まだまだ先かなって感じなんですけど、まあ本当に決め手となったのはこの夕日ですね。私過去最高にもう内見に行って1日でその日にもう申請して、次の日にはもう審査が通ったんです。こんなの初めてで最高で、しかも私が1人目らしいです、この部屋に住むのが。やばくない？
嬉しいんだけど。だからもう全部新品なのね。でまあ紹介すると、一応今日ここに来たのは、今からあのベッドのサイズも、ベッドも新しく買い直さなきゃいけなくて、一応ここがベッドルームというか、まあその寝室になるんですけど、こうやって玄関入っててね、だからここに入るベッドと、あとここに多分正直迷ってるんだけど、あのなんていうの、プレハブっていうのかな、このちょっと壁を立てるか、それとも本棚とか立てるか、まあこのままでも別にいいんだけど、まあ、こんな感じ でクローゼットもさ、見てこれだ、これだけっていうか、もう前の家がちょっとカイリー・ジェナーすぎて、カイリー・ジェナーになっちゃったんだけど、結構奥行きもあって、まあでも割とだいぶ結構工夫して、クローゼットもなんかここにプラスで上に立てようかなとかいろいろ考えてるんだけど、まあなんかここにも多分ジャケットとか置くスペースがあるんだけど、でこれも洗濯機とか靴かな、これは分かんないけど、はい、え、だからさ、クローゼットがさ、もうどうする、これしかないの、絶対入らないよね。なんかこの前に引っ越し屋さんと今日打ち合わせをしてきたんですけど、なんかこうズームみたいなので、こう部屋の様子を見せて、この予算、ん、予算じゃなくて見積もりを出してくれたんですけど、なんかその時にそのうちがお願いする引っ越し屋さんが、こう箱とかをこう、洋服とかは向こうがなんかクローゼットタイプの引っ越しの箱あるじゃん、でそれで詰めてくれるからそのままでいいですよって言われて、あのその人がもうびっくりしてた、え、こんなに洋服あるんですかみたいな、箱やばくないですかみたいな、多分絶対入んないんだよね、絶対入んない、これ曲がっちゃってるし、素敵なお家じゃない、今日の私服がマジでやばくて、なんか洗濯物とかでなんかその辺に散らかってるやつ全部来たんだけど、何これ、これも被ってきた、どういうこと、今まで自分が組んだコーディネートの中で一番ヤバいかも、最悪、タンスのサイズ上がってくるの忘れた、あー、ベッドのサイズはここにメモ、もう、本当に何の自分、何しに来たの、あー、ダメだ、キングサイズにします。Hi, my name is Kenta. I placed an order in a store almost a month ago, and I have not set up the shipping situation yet. I have a question. Would you like to set up the shipping? Oh, so I actually have a question about the order that I placed. But I was thinking if it would be possible to change the size to king from queen. Yes, just give me one moment. Thank you so much. We can redo the entire order in king size. However, the old order would have to be canceled, and then it would just have to be redone with everything in king. Got it. I believe when I purchased them in store, it was during Black Friday sale. So it was, I think, 20% off from the original price. What's the price range for king size at this moment? We do have our flash sale going on, so once again, it came at a great time. Yeah. $2,047.50. That's the total. I'm so sorry. Could you repeat the price again? I'm sorry. $2,047.50. Okay. Yeah, I will change it. Okay. So, give me one moment. It's so expensive, ne. Oh my god. でもマットレスにはさ、課金しなさいって言うからさ、ここのブランドのマットレスいつも使ってんだけど、うちがこれ買った時が確かブラックフライデーのセール中だったの、その時に買って今お店にホールドしといてもらってんの、こうなんていうの、まだ家を整ってないので準備ができたら送ってくださいっていうサインを出しますって言ってるんだけど、だからさ、サイズを変えたいってなったらさ、セール中のプライスで買ったからかなと思ったんだけど、なんか他のセールを今やってるんだけど、まあ、ブラックフライデーの時のセールと比べると全然 15% オフだからもう高い。でも私こんなでかい体で多分クイーンサイズ無理だもん。最初ニューヨークに引っ越してきた1年目クイーンサイズで寝てたんだけど、多分男もう最悪だねこんな話、多分なんか当時好きだったというか、なんかまあいい感じだった人、いやきつかったら動物園って感じだったな。Okay. No. These are like too small. This is literally the size for miso soup. Look how cute. Wait, what do you mean? Okay, I'll leave these ones for you, bitch. The big bro. There is no size. Who cares? It means that they'll get more sauce on them. Right? I can't believe you got me fucking working, girl.
ケミ、ケミオ。見て、これ日本で買ったんだけど超可愛くない？マイルズって書いてあって、ってばっかじゃねえか、うちら。こればっかなねえ、ごしないだ。うちらは今から、うち側は入れまいけな。ニューヨークで、ニューヨークで、とっても美味しい、とっても美味しい、ラーメン屋さんがあるんですけど、日本人の方が経営してる。そこに行きます。そこに行きます。そのラーメン屋さんはですね、実は私の誕生日の時に友達が連れててくれてたんです。で、そこに2人で今回リベンジで行くということで。Shit. That's too hard. My feet pick. My feet is still. Your foot? No, my like feet out there. Okay. Okay. Your grandma is gone. Grandma, what's going on? Grandma, we here. Grandma, I really do got a big head though. I know. Yeah. Hello. Ah, Tanchen, yeah. No Tanchen. You love Tanchen? I just dropped so many rice over there, so that's why. Oh. Really? Oh, you guys are gonna love it. It's so good. That place is really good. They got the good ramen.